なバカな話しないじゃないか。そうだね。西がボールを、田口ピンチ、倒れ込んだ。次はきっと負けません。岩田君は死んだ。間違っても君は勝ってはならない。悪役に徹してくれってやつだね。俺は真剣勝負しかしない。勝つことでみんなから愛され、愛されたいだと、このイカの化け物が。泣いて、もっと強く。最強の敵シャコボクサーに、果たしてイカレスナーは立ち向かえるのか。秘策がある。感動を与える試合っていうのはね、伝わるんですよ。おりゃよっしゃ。風が鳴き、海が震える、感動のドラマ、今始まる壮絶なシーフードバトルロワイヤル、イカレスナー。いい格差くてごめんよ。